はい、僕の大好きな楽天カードです。楽天カードでね、楽天カードの、サイトがあるんですね。楽天カードと入れるとこう出てくるんですよ。はい、これね、これです。楽天カード、お得なクレジットカード、ポイントがザクザク、本当にポイントがザクザクでね、これを見てもまだ楽天カードを作らないかっていう話ですよね。はい、じゃあちょっとやりますね。押します。で、僕の個人情報があるとあれなんで、一旦こっち、あ、これは大丈夫ですね。はい、楽天カードのあのサイトです。はい、で、これログイン、ログイン、はい、ログインします。ログイン、はい、はい、こっからしたら見せれるかな。前にもね、ちらっと話したんですけど、このクリックしてポイント、これあの楽天カードの、楽天カードの楽天 e ナビ、これ楽天 e ナビは楽天カードを持っていないと使えません。で、これの中の楽天カード作るだけならあの無料なんでね、はい、年会費も無料です、普通のやつやったらね。で、その中のこのクリックしてポイント、これをね、押すんです。クリックするんですよ。ほんならね、今日はね、なかなかいい日なんですよ。こういうボーナスの日があるんですよ。こうクリックするだけでなんと20ポイントをもらえるんですね。クリックするだけでこうダーッと書いてあるんですけど、これ10月28日ね、はい、このチェックっていうやつがまだクリックして取ってないやつですよ。はい、これずらーっとね、はい、ずらーっと、これ全部クリックするだけでもらえるポイントですね。申請ポイント1ポイントってね、ほら、1ポイント1ポイント。なので今からこれ取っていきます。これはね、もう楽天カード持ってないとできませんからね。はい、はい、獲得可能ポイント20ポイントね。じゃあいきますよ。ここ見ててくださいね。このチェックがね、消えていきますから。これ消えたら取ったという形です。こうクリックするだけね。はい、消えました。で、次これ、はい、で、これ残り18ポイント、はい、で、次これ、はい、はい、17ポイント減ってます。もうこれ本当にね、クリックするだけ16ポイント。で、こんな風にずーっとね、ずーっとこうね、はい、クリックするだけ、はい、これで全部取りました。これで全部取って、はい、獲得可能ポイントがなくなりました。はい、これだけでね、10ポイントもらえるんですよ。これだけで20ポイントか、今日1日だけで20ポイントもらいました。クリックだけでね。これはね、楽天カードを持ってないとできませんので、
ね、これもうぜひぜひやってみてくださいね。楽天カードのこのクリックも含めるとなかなかね本当にバカにならないね楽天ポイントもらえるんで、一回ちょっと見てみましょうか。楽天ポイント、これ楽ポイントクラブね、はい。ちょっとログインしてるとあれなんで、ちょっと個人情報あるとダメなんで下向けときますね。僕どうかな、はい、僕あの毎月ね、これ1ヶ月です、1ヶ月、先々月は1800ポイント、1899ポイントで、その前は、先月は1653ポイントで、今月はね、なんと2504ポイントもらってるんですね。月によってバラバラです。で、楽天通販でもらうポイントとかもあるんで、楽天通販でもらうときはたまにこういうね、ボーナスとかあったりするんでね、ちょっとねなかなか面白いですよ。貯めていったらね本当にバカにならないですからね。履歴ってどこに出るかな、履歴、ポイント履歴、ポイント履歴、これね、これですね、これはい、楽天リワード、これプラス2ポイントだしね、はい、これ12月29日、今日だけか12月29日はここから上ですね、はい。こんな感じでね、ここから上が、ここからここまでが今日です。今日まだ終わってないんでね、今日まだ終わってないんで、ここからここまでが今日ですね。で、2ポイント、5ポイント、2ポイント、10ポイント、1ポイント、5ポイント、はい。楽天ウェブ検索、これね、すごくおすすめですけどね、まあ、その辺はいいですわ、とりあえずね。スーパーポイントスクリーンもね、全部やっていくんですよ。なんせね、楽天カードだけじゃなくて、楽天のポイントもらえるやつ、全部やっていったら、本当にバカにならないんですよ。28日に関しては、こっから、このページも全部28ですね。なので昨日に関してはここ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、30、31、41、41、ここもまだ28ですよ。41、42、これも28、44、これも28、47、はい。12月28日に関してはもうこの日だけで47ポイントをもらってるんですね。なのでね、楽天カードだけでもらうクリックポイントは20ポイント、もう今日だけで、それだけでも20ポイントもらってるんですよね。その他にもいろいろやってったら、楽天チェック、楽天エディを使ったり、これはまあ無料じゃないですけどね、これで実際お金払ってもらったポイントなんですけど、その他にウェブ検索、楽天、この楽天e ナビっていうやつがあれですよ、さっきのクリックポイント、ほら楽天カードのクリックしてポイントね、これがね、この日は4ポイントもらってるんですね。だこれがさっきやったやつが20ポイントなんですよ、この日はね。なので本当にねバカにならないんでね、ぜひぜひ皆さん楽天ポイント貯めていってみてください。本当にねお得に生活できます。以上です。楽天カード作るだけだったら無料ですし、普通のノーマルのやつだったらね、ゴールドカードとかだったらちょっとお金かかりますけど、もうね普通のカードだったら十分使えますしね、年会費無料です。無料でこういうふうにポイントがガンガン貯まっていくんでね、ぜひ参考にしてみてください。以上です。